セナガ TV チャンネルです。今日は千葉県富里市にやってまいりました、はい、富里市なんですけど、すごい畑が目の前、畑があってすごいね。ちょっと桜が咲いてるんですか、あれは。桜ですか梅ですか、そんな時期ですかね、うん、はい、はい、桜ということでです。桜さんですよ。桜さんの本店1号店ですか。前はやってなかったんですね、1号店ね。そうなんですね。実は去年来た時やってなくて2号店に行ったんだけども、ということで、はい、今日は桜1号店にやってまいりました。はい、では行ってみましょう。はい、おい、行ってみましょう。はい、こんにちは、ヘルロー、やってまいりました。会ったことある人なんですか。そうですね、シェフ谷中さんね。はい、前こちらも東京で昔ね、東京で会ったの。勝手に東京を、東京で会ってる。それで、なるほど、こちらの、はい、ということですね。はい、はい、早速いただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあいただきましょう。はい、おい、いい匂い来ました。おっと、これはこれチキン、はい、辛そう。で、インディアパーはカレーがついてる。おー、また来たよ。来た来た、はい、これはなんかたくさん来た。セットになってるね。山盛りパリップ来たよ。山盛りだね。カレーパリップ、パリップ、ボルサンボル、ボルサンボル、チキンカレー、チキンカレーがついて、がっつり。これにこちらのインディアパーをつくと。なるほど、これはワンセットね。面白い。これは15ピースだね。15ピース。そしてこちらがチキン、チキン。これでいくらなの？1000円？チキンのうまそうだね。うん、辛そうだけど。お、これ絶対美味しいよ。どれから？それはもちろん恒例のパリリップチェック、チェックですね。なんかこういう、なんかこういうやつやればいい。パリップチェックも。振り付け師やだ。これやっぱ入れたいよね。やっぱ入れたいね。なんとかでチェック。はい、誰か考えてくんねえから。はい、恒例のパリップチェックから。パリップチェック。うん、多分パンチある系。はい。どういうか、かなりパンチ効いてるやつだ。ルックが優しい。ルックは確かに優しくない。優しくなさそうな感じだもんね。辛くはないんですけど、うん、はいはい、うまい。味が強そうだね、みんなね、これ色的に。ボルサンボル、もう一応食べてみましょう。はい、ボルサンボルだけで食べる。ボルサンボルチェック。ボルサンボルチェック。全部振り付け変えたら面白い。それ大変だよね、考えに。あ、でも美味しい。あ、ボルサンボルはいける。いいですね、スリランカの人が作った感じがする。なるほど。お坊さんのあの説法がずっと後ろで流れてる感じになっちゃった。ぶっちゃんは何言ってるか意味分かりながら聞いてんの。いや、そこまでわかんない。あ、いいこと言ってんなって感じ。うん、そう。おい、チキン、これ辛そうだな。桜って結構辛かったんじゃなかったっけ。つけてたら、ね、2個でも分かんないかも。1枚、1枚取りました。1枚、配給しましょう、1枚。あれ、あれだけでいくの。あ、これ辛い。辛いんだね。だって辛そうだもん、これ辛い。これはチリの辛さですね。で、これはね、本当はね、うん、手で混ぜた方が美味しいわけかな。なるほど。じゃあ、手で混ぜちゃった方がいいんじゃないですか、じゃあ。そうですか。たまには、たまには。へぇ、あ、そういうことか。そう、これこそね、そうだよね、それ手じゃないと。美味しくないっていうか、あのね、理解に苦しんでたんだよ、いつもそれ。ヌードルだから箸じゃないとか思いつつも、箸だと微妙に食べにくいし、フォークでもねえしなみたいな。確かにこれは手だ。うまい、合うね、これに。ああ、そういう風にできてる。インディアッパーに合う感じ。インディアッパーに合うようにやっぱ作られてます。そうですね、辛いけど、うん、これに混ぜれば。なるほど、うまい。なかなか全体的にお酒ですね。これはあんま見たことないやつですよ。デビルとはちょっと違う。おー、なんかいい感じ、いい感じ。結構いいですね。味が濃そうだね、ここ。濃いね、これも辛そうだね。インディアッパーも塩が。あ、そうなの、うん、味、はい、ついてる、うん、ついてる、ついてる、ね、どうよ。そんな辛くない。そんな辛くないんだ。でもしっかり味がついてる感じ。濃そう。濃いですね。濃いね。濃いって感じがしたもん。酒のつまみ的な感じかしら。いや、これビールとかいいよ。大丈夫ですか、ビールかなくて。ライオンビールあります。ビールいってますか。やめておきましょう。チキンをいただいてみましょう、はい、どうですか。うん、こっちの方が辛いね。辛いんだ。これ相当辛いんだね。これ辛い、うん、多分スリランカの方はこういうの好きなんじゃないかな、うん、ではいただいてみましょうか。はい、いただきます。いただきます。はい、今日終わりまして、ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかったですね。はい、ありがとうございます。インディアッパーも自分で作ってるんですか。はい、蒸して、安いです。おお、すごい美味しかったです。ねえ、チキンのあのカレーとすごい合う。タマリンドの味。はい、タマリンド、そうね、トマト
なんか明るいスパイシー。そうですね、タマリンド、ちょっと珍しい感じで美味しかったです。今までにない感じの味でした。いつからここでやってるの？ワンイヤー。ワンイヤー、ワンイヤー、ワンイヤー、はい、ワンイヤー、うん、1年ここでやってる。お客さんは、カスタマー、カスタマーは今は OK の方で。スリランカ、ジャパニーズ、オール、メニーカミン、ランチタイム、ジャパニーズ、ピーパー、メニーカミン、スリランカカレー、会社のカレー。そうですね、いろんな人が、おいしい、おいしい、来るみたいですね。ラサイ、ラサイ。ラサイ、ラサイ。そうね、結構でもスリランカのテイストな感じがしますけどね、うん、今回。本当にスリランカの方が作ってるみたいな味がしました。はい。はい、2番、マールのオープンエブリデイ。エブリデイ。エブリデイ。お休みない。おすげえ、はい。頑張ってますね。はい、頑張ります。すごい。多分スリランカの人も多いからね。なるほど。買いに来るんだと思います。はい、生。マゲ生ジャナカ。ジャナカ。私は名前ジャナカです。ジャナカさんは、ガマコヘダ。スリランカキャンディ。キャンディね。キャンディの人多いね、なんかね。キャンディっていうところ出身だそうですけど。はい、ということで頑張ってください。スリランカカレーを広めていきましょう。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで今日は富里市の、はい、これから1号店からお来ました。どうもありがとうございました。おい、おい、あ